このビデオではダウンスイングで上体が前方に突っ込んでしまう方に有効な練習方法をご紹介します。はい、本日の練習ドリルです。本日の練習ドリルはダウンスイングでボールに向かってしまい、このように体が全体的に左に突っ込んでしまう方の、解決ドリルをご紹介します。通常通りアドレスを構えていただきます。ここから右足を一歩引き、つま先で立っていただきます。つま先に、体重をグッと乗せないように気をつけてください。ほとんどもう右足一本で立っているような感覚で作っていきます。ここからスイングをしていきます。はい、皆さんもぜひ一度試してみてください。左側に突っ込む動きというのがなくなってくると思います。